はい、こんにちは。税理専門の税理士川南です。本日の動画は、経理はやらなきゃいけないと思っているんだけども、一体みんなどうやってるの？レシートや領収書の処理、整理整頓ってどうやってやればいいのかについて動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンを運営していて、また、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、概要欄から飛べるようになってますので、ぜひどうぞ。また、自営業向けに本も出版していますので、合わせてそちらの方もよろしくお願いします。それではね、早速本日の動画の内容をいってみたいと思います。はい、それでは失敗しない日々の経理方法について紹介していきたいと思います。はい、本日の内容です。レシート領収書の保管方法について、次にお金の流れを把握しようということで、3つの基礎パターンを覚えましょう。そして最後が習慣化する方法。やはりね、経理なかなかね、嫌でね、できないんだよねとかね、やる気が起こらないという方向けに、どうやったらね、習慣化するような、まあ最初ね、我慢しないといけないんですけど、習慣化する方法のコツを紹介したいと思います。本日の動画このような流れできますので、ぜひよろしくお願いします。それではまず、整理整頓と保管方法について紹介していきます。一つ目のコツなんですけど、まず一箇所に集めること。机の中やお財布の中、まあね、あるカンカンの中、とりあえず一旦ここに置こうということで積み重なってるレシート領収書ありませんか？また車の中のどこかにね、入れっぱなしとかね、後で出てきたらね、本当に去年のものだったとか、入れ忘れてた、経費に漏れてたってことになりますので、まずレシート領収書整理整頓の第一の大事なコツは、一箇所に集めるということです。そしてもう一つ次のポイントなんですけど、生活のレシートと仕事で使ったレシートっていうのは必ず分けるようにしてください。生活のレシートまで一緒に入っていってしまうと、またそれを後から弾く作業っていうのが発生してしまいますので、最初から生活で使うもののレシート領収書っていうのは外しておきましょう。そして仕事、ビジネスだけで使うものをまず一箇所に集めるということが第一歩です。そしてじゃあ集めたレシート領収書をどのようにね、整理整頓していくのがおすすめかと言いますと、皆さんこれね、お手持ちとかね、もしくはね、家にあるもの、または手に入れやすい100均なので構いませんので、ファイルや封筒を使いましょう。ファイルっていうのはどういうものかと言いますと、このようなね、クリアファイルで十分です。また、こういった封筒を使って、レシート領収書を整理するのもいいですし、100均で売っているのは、こういうね、クリアのね、ファスナーの中に1ヶ月分を入れていくとかっていうふうに決めていただいても大丈夫です。こういうものね、よく売ってると思うので、自分の使いやすいサイズを探して購入すればいいと思います。もちろんね、仕事用で買ったものですので、こういったもの経費になりますので、ぜひね、消耗品としてあげてください。そして、ファイルやね、封筒などを使って整理整頓をしていって、もう一つコツがあるんですけど、自動的に日付順になるように工夫をしてください。要は簡単なことで、下から上にレシートをね、どんどん上に積んでいくって決めるか、もしくは下へ入れていくっていう風に、自分の中でルールを作って、上にしていくなら上にしていけば、自動的に日付順になるはずなんですね。これをしておくと、年末や確定申告前に机の上にね、レシート領収書をバーッと広げて、今から1月、2月、3月分みたいな形で、月別にする作業っていうのがこれでなくなります。要はファイルなどに自然に自動的に日付順になるように、上という風にルールを自分なりに作っておけば、効率よくすることができます。自分なりのコツというのを掴んでください。はい、そしたら次のスライドです。このようにね、図でちょっとね、紹介いたしました。月ごとにまずまとめて、日付順に並べるっていうのはね、今紹介した通りです。そしてね、これコツなんですけど、多い時は日付ごとでホッチキスで止めるっていうのもいい方法だと思います。例えばね、10月1日分っていうのをまとめて、まあ似たようなね、ものがね、レシートが続いてると、まあガソリン代がずっと続いてるみたいな方は、こうカチャンと日付ごとに止めていただければわかりやすいかと思います。そしてそのレシートを月ごとに封筒やファイルに入れる。いつのね、ものかわかるように何年の何月分っていうのを表、また見えるところに貼っておくと、もしくは記入しておくと便利だと思います。はい、そしてそれを段ボール箱などに年分ごとに入れてください。この段ボールに2022年のとか2021年の領収書レシートですよっていう風に分かるように段ボール、もしくはね、他のね、箱でもいいですし、何かそういう入れ物ケースを購入してもいいかと思います。そしてね、これよくある質問なんですけど、スクラップブックにレシート領収書って貼らないといけないんじゃないのっていうね、声をよく聞くんですけど、こちらね、スクラップブックに貼るという声が好きな方はその方法でもちろんいいと思うんですけど、スクラップブックに絶対貼らない
ないといけないというわけじゃないので、この貼るだけで時間かかってしまって非効率になるという場合もあるので、まあ、もちろんね、スクラップブックに貼ると綺麗に見えるんですけども、これは好きな方だけ、そうすることでスッキリするとかね、やった感が出るっていう方はおすすめなんですけど、それ以外の方は特にね、そのようなもの使わなくても封筒やファイルなどに入れて収納しておけばいいんじゃないかというふうに個人的に思います。そしてこのね、月ごとのね、ファイル封筒に入れておいたり、まあ、スクラップブックに貼ったりしておくと税務署の印象も良くなりますし、自分が後々になってこれって何に使ったんだって調べるときに、何年の何月分だなっていう風のね、そこだけでも分けておくと後からパッと見直ししやすいっていうメリットもあります。そしてまたね、先ほども言いましたけど、税務調査が来たときに段ボール一箱にね、何年分かが入ってるか分からないレシート領収書とかがドチャッと入れられてたら、皆さん自分だったらどう思います？この方って経理きちんとされている人なのかなってちょっと疑わしく思いませんか？さあどうぞ見てくださいってね、段ボールね、出されたとしても中がね、何年かの何月かも分からないごちゃごちゃな状態ですと、やはり印象は悪くなってしまいます。それよりもね、ファイルなり封筒でいいので、きちんと整理整頓されていると税務署の方も経理きちんとされている方なんじゃないかということで印象も良くなります。ですので整理整頓はきちんとしておきましょう。そして自分が見返すためにもとても重要になってきます。ではまずね、一つ目の段階、レシート領収書を整理整頓したら、じゃあ一体ね、どうやってつくね、帳簿をつける、もしくは経理していけばいいのかと思うと思うので、今回ね、お金の流れを記録するということで3つの基本の動き、まあ、現金、これ預金も同じなんですけど、現金動き3つのパターンで紹介をしていきたいと思います。現金の動き3つのパターンなんですけど、まず1つ目、お金が入った時ですね。これは3月3日に例えば商品が売れて入金があった、まあ、お客様にね、物が売れた時には現金1万円を売上高1万円というふうに記録します。そして逆に2つ目のパターン、お金が出ていった時、お金をね、使った時はどうなるんですかっていうことですね。商品を仕入れるために5000円を現金で払った場合が例に載ってます。この場合商品の仕入れですので、仕入れ高が5000円、そして現金が出てきますので現金5000円というふうに仕分けをします。お金が出てくるときはこのようなパターンになります。ここのね、仕入れが消耗品になったり雑費になったりするというだけになります。そしてお金を移動させるのが3つ目のパターンですね。お金を移動させるときあると思うんですよ。お客様から現金でもらったのを預金通帳に預けに行ったりとか、お金がね、溜まってきたので一度ね、通帳の方に入金しよう、もしくは通帳の方から大きな引き落としがあるからそちらの方にね、お金を入れないといけないというのがこの3つ目のパターンになります。例えば3月30日に現金を普通預金に20万5000円預けた場合ですね、普通預金が20万5000円、そして現金減るので現金が20万5000円になります。このようにお金を移動させた時、仕分けをしますよということです。ですので、お金の流れを記録するというのが経理の基礎になりますので、要はね、自分のビジネスに関するお金の流れは全て記帳、要は記録を取っていくというのが経理の基本になります。ですので現金、今回はね、3つの基礎パターンということで、お金が入ってきた時、お金が出ていった時、お金を移動させた時の3つのパターンに分けて紹介をしました。じゃあ具体的にね、現金出納帳と呼ばれるものにどうやって記入すればいいのか、記帳していけばいいのかっていうのが次のこの表になります。こちらね、見ていてください。で、現金出納帳の書き方なんですけどね、このように書くということで例を挙げてあります。最初はね、前月より繰り越しですね。そうですね、3月入るときね、2月の残りがあると思いますので、まずその残高を記入します。そしてじゃあ売上があった場合は3月3日売上があったということで、こちらですね、3月3日売上、何が売れたか書いて、入金の方になるの6000円で、残高が30万からスタートしたんですけど6000円増えるということになります。そしてじゃあ例えば仕入れをしました。3月10日に仕入れ5000円をした場合ですね、仕入れをしたということで現金の仕入れ、まあ、これで、ね、現金仕入れその他って分けなくても、出金の方だけでも項目は構いません。5000円使ったので31万から30万5000円残高になるというふうに、現金出納帳というふうには記入していくっていうのが基本のルールになります。会計ソフトを使ってる方はね、じゃあどうやって入力するのと思うと思うんですけど、会計ソフトはそれぞれ、まあ、フリーとか弥生とか、まあ、ネイフォワードさんとかね、いろいろ出てるんですけど、会計ソフトの付け方はそれぞれのソフトによってね、少し表示や画面、ボタンの位置など変わってきますので、そちらの方はね、各自で入力することになるんですけど、一つ動画がありまして、以前出した動画でマネーフォワードクラウドさんの会計ソフトの使い方を紹介した動画がありますので、もしね、それね、入力の仕方知りたいなとかね、どう使えばいいのか知りたいなって方は、そちらの動画を見ていただけると、よりね、詳しい解説が載ってるかと思いますので、ぜひご覧になってください。それでは次、中間化する方法です。これはね、まず一つ目なんですけど、とにかくやってみることです。これがまず大事です。少しずつスタートさせましょう。一気に経理というのは結局できませんので、皆さん分からないからなかなか進まないわけですので、一気にやるのは不可能、まあね、難しいですので、とにかくまずは
やってみるということが大事になります。そして少しずつスタートさせていき、一気にまとめてやらないようにしてください。特に初心者の方はそうです。慣れてきたらまとめてね、ある程度まとめてできるようになってきますので、最初はねぐっと我慢してとりあえずやってみるということが大事です。まずはレシート領収書の整理から始めてみましょう。そしてやはりわからないことが出てくるかと思います。その場合知らないことは調べましょう。皆さんねビジネススタートして初めてですので、経理や税金について知らなくてね当たり前なんですよ。日本人ってそういうのを義務教育でも学校でも教えてもらってないので、起業して飛び出して初めてね経理というものを目の当たりにしたり、世の中の税金ってどうなってるんだろうっていうのを学ぶ機会がやってきます。ですので今はねいい時代です。本もありますし、もちろんこういった YouTube や動画や Google でね検索すると有料記事というのがたくさん出てきます。それらをね少しずつわからないなりに調べてやっていくと、どんどん知識が積み上がっていくんですね。そうすると基礎知識がストックされてきますので、それをまずね第2段階としてぐっと我慢してやってみてください。皆さんねわからないので焦るのわかるんですけど、いろいろなものがありますので調べて少しずつレベルアップをしていきましょう。はい、そして3つ目です。これを継続していくからわかることがあります。経理を継続していく、入力をこまめにしていくことによって経理の継続していく重要性っていうのが自分でわかるようになります。要はメリットはどこなのかとかね、このためにやってるのか、もしくはもう少し進むと皆さん数字を把握できないのが気持ち悪いとか、入力が溜まっていくのがすごく嫌だとか、終わったらすっきりするっていうような風に言うようになるんです。そしてさらに進むと、この数字がないとビジネスってできないよねとか、判断ができないから必須項目だねっていう風に言うようになります。そうするともうね習慣化してくるので、数字のね入力はまあ確かに面倒くさくて嫌だなと思うんですけど、ある程度、まあ、これぐらい溜まったら自分でやらないといけないなっていう目安ができてきますので、そうすると溜まらないようになります。ですのでね、最初はとにかくこまめにやってください。慣れないうちはね、自分がねもう毎日やらないとダメだなとか、 2,3 日ね経ったらやらないと忘れちゃうとかできないなっていう風に思ったら、最初はとにかくこまめにやってください。だんだん慣れてきたらそれがね1週間ごとで良くなり、2週間に1回でもできそうだなっていう風にね、だんだんこうスパンが長くなってきますので、最初はねとにかくこまめに忘れないうちにやるということです。そしてわからないことがあったらぜひね過去の動画の方も探していただいて、勘定科目の紹介とかいろいろしてますので、必要な知識を入れていただいたらと思います。じゃあ最後ねまとめになります。まあとにかくレシート領収書は整理整頓というのが大事です。ここが一番大事です。まず整理整頓ができてないと入力もできません。入力ができてないと確定申告にも向かえないので、しっかりと整理整頓を日々しておきましょう。そして効率化できる方法、自分なりの方法というのがいろいろ試すことで見つかってきます。ファイルの方がいいなという方もいれば、封筒の方がいいとか、いややっぱり貼っておく方がいいとか、自分なりのルールマイルールができてきますので、その効率化できる方法、要は自分がやる気になり、かつ自分にとって効率的な方法というのを探してみてください。そして経理というのは1回にね一気にやるのは苦行です。ですので皆さんこまめに貯めないようにしてください。そして一番ね最悪なパターンは、確定申告間際になってレシート領収書を集めてひっくり返してやる作業ですので、それは本当に非効率になってしまいますので、普段からねある程度しておくというのは大事かと思います。そして習慣化すると経理というのは前向きになれます。ですので、ね、貯めるのが気持ち悪いとか、数字が見えないのが気持ち悪い、経営判断ができないという域までいったら閉めたものです。こまめにやらないと落ち着かないみたいなことになりますので、ぜひね皆さんそこに行くまで最初グッとこらえて、とにかくやってみる、わからないことは調べる、とりあえずねわからないなりに継続してみる、もしねわからなければね同業のね仲間に聞けばいいですね。先ねもっと起業してる方の方が知識があるっていう場合が多いですので、そういう方にね相談したり聞くこともいいですし、またね私オンラインサロンをやってみるので、そういうところを利用してもいいですし、どうしても自分でできない、またはもうそんな余裕がないくらい仕事が忙しいっていう場合は、外注ということで税理士にお願いする、もしくは基調代行をしてるような、ね、方にお願いするっていうのも一つの手ではないでしょうか。まあ、とにかくね皆さん経理の方大変だと思いますけど、レシート領収書の整理整頓のコツを紹介させていただきました。そして今回の内容なんですけど、フリーランス向けに出した出版した本の方にも載ってます。こちら第2章の9-14にねまた詳しく書いてありますので、ぜひね本の方も手に取っていただいて、経理税金についてのお勉強に役立てていただければと思います。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士に質問や相談ができること。これは Facebook の非公開グループを利用してやっております。オンライン上に税理士を味方につけるというイメージです。そして2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。ズームで私に直接相談や質問ができたり、またメンバーさんとの情報交換会ができるということで、とても好評です。そして3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開しています。税理士がね普段どういうことを考えてビジネスをしているのか、 SNS の
集客の方法、また TikTok や YouTube、SNS の裏側、新しい税金情報や経理情報などなど、オンラインサロンにしか投げてない情報、投稿がたくさんありますので、ぜひ参加の方お待ちしております。概要欄から飛べるようになってますので、そちらの方ぜひどうぞご覧になってください。はい、また私は自営業向けにフリーランス向けの本を出版してます。 Amazon、Kindle 版もありますし、楽天ブックスでも購入ができます。大きい本屋さんでは書店にも置いてあると思いますので、ぜひチェックの方お願いします。経理や税金、節税、またビジネスのステップアップ、トータルでね学べる本になってますので、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。そして Amazon レビューもお待ちしております。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。いいねや高評価ボタンいただけると励みになりますので、ぜひチャンネル登録の方もお待ちしております。はい、それではね、本日も動画の方最後まで見ていただきありがとうございました。税金や経理はね、勉強しないとなかなかできないですので、しっかりと動画の方でね、他の動画もたくさんありますので、ぜひ学んでいただければと思います。動画が何かね、皆さんのビジネスのお役に立てれば幸いです。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士かおみのみでした。それではまた。